では今回も引き続き春田運動さんにいらしていただいております。よろしくお願いします。お願いします。ちょっとあのシャチがちょいちょい飛んできますけど、ひまりちゃんももちろんいます。今回は、ダンサールーツ編ということで、まあ、経歴ですかね。イエーイ聞いていきたいと思います。はるかさんの、はい、ダンスをいつから始めたのかなっていうところをお伺いしたいんですけど、はい、いいですか。はい、私は、小学校5年生の時に、はい、地元にあるダンススクールに通い始めました。小学5年生からなんですね、うんうん、自分からやりたいって言ったんですか。そう、まあまあお母さんがこんなのできたらよっていうのは、まあ、見てくれたけど、まあ、私がその前からちょっとダンスに興味があったからっていうのもあって母親に紹介してもらって、感じかな。ちなみにジャンルはどっちかっていうとヒップホップより、のなんかファンク。そちらのダンス教室何年ぐらい？高3で一応卒業なんで、じゃあ学生時代にダンススタジオに通ってたってことですね。そう部活とかはせずもダンススタジオにすぐ行くみたいな感じですか。そう、ダンス部は高校あったから、高校でもダンス部で学園祭で踊ったりとかはしてた。ダンス部だったんですね。そう、小学校の時もダンス部ってなかったけど、はい、私が習い出したからダンス部を作った。小学校でダンス部も作って、よっぽどじゃあ先生たちも注目って知られるというか、踊るのは好きやったから。そうね、なんかその時流行ってたスマップの、もう年バレるかもしれないけど、スマップのシェイクとかをなんか体育館で踊ったりとかもしてたね。小5ぐらいと、まあ中高と、こういうグループ好きだったなとかってあるんですか。ダンサーで、まあ、ダンサーでもいいですし、アーティストさんでももちろんいいですし、まあ、そうね、その時やっぱスピードスピードは好きやったかな。やっぱ本当にやっぱり本当に同じ世代、ちょっと上の世代だけど、まあ、同じ年ぐらい で4人とアクタースクール当時はめちゃくちゃ憧れて、BBXやっぱその沖縄アクターズスクールっていうのがすごいブランド価値が、流行ってましたね。流行ってたから。流行ってたのよ。そう、それはね、なんかすごい憧れてた。やっぱり。そうなんだ。みんなやっぱりそこは知ってるんですね。ここから大学には行かれたの？大学は4年の大学行きました。で、そちらはダンスサークル。なんか京大のボイスティックダンサーズっていう大きいダンスサークルがあって、それはその。ちょっと待って。面白いな、ひまりちゃんを。そこの、その兄弟のダンスサークルに入ってましたね。1回生の時からね。学生時代もどんどんトントンママにもトントンしてます。まあ、ダンスにどんどんのめり込んでいって、ダンス部もダンスサークルもやったし、こっから社会人になっていくじゃないですか。どうしていこうっていうのは、ダンスどうしていこうっていうのはあったけど、やっぱやめるっていう選択肢はそこにはなくて、これまで小学校から一回もやめずに大学まで来てて、やっぱりダンスが好きだったから、ダンスをやめるっていう選択肢はなかったけれど、20歳の時に初めてインストラクターのお仕事をさせてもらうようになって、はい、でそれでもまた教える喜びっていうのも味わって、ただ私はその当時その4大に行ってたので、はい、1回はこう社会人として考え、就活をね、始める、そう思いますよね。そうってなってて、まあその時その英語も私すごい好きだったので留学したりもしてて、なんかまあ旅行会社とかそっち系のところに就職したいなと思って就活とかもしてたんだけど、まあ、結局はアパレルの会社に1年ちょっと普通に就職したんですか。そう新卒で入って、でそこと、そこと週1回のそのインストラクターの仕事も両立しつつ、そうやってました。遅い時間にしてもらって、その9時からとかにしてもらって、その仕事が終わった後に教えに行くっていうのを。
まあ、最低1年は働いて、でその後は社会勉強して、そうそう社会勉強して揉まれ、偉いな、そうそうそう、ずっとする気なかったな社会勉強、まあ、その経験も、まあ、今は良かったなと思うし、そう、ね、そうだから、まあ、最低1年働いた後は、まあ、ダンスのインストラクター、まあ、ダンサーとして生きていきたいなっていうのはその4年生の時にも思ってたかな、思ってたんだ、うん、はいはいはい、じゃあもうバリバリ関西だと、うん、ダンスコンテストとか、うん、ダンスバトルっていうのも、うん、あのたくさんあると思うんですけど、うん、バトルとかもなんか出てるのかなっていうイメージだったんですけど、そうダンスバトルは大学内での、はい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 、バトルのコンテストとかもあったりとかしたし、ダンスバトルの方が出てたかな、その当時は、そうそう、だからアライブとかにもその東京まで出に来たりとかもしてたし、あ、はるかさんの上京のタイミングときっかけっていつでしたっけ、うん、きっかけっていうか26歳の時に、あ、そっか、そう26歳の時か、それまではだから関西でそうインストラクターの仕事、そう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 、だから割と遅めに来た、そうですよね、上京したのは、うんうんうん、そう26歳までは本当に毎週ダンスのインストラクターとしてレッスンをしてた感じかな、それほどね、あの、うん、京都でしっかり教えてらっしゃって、うん、なぜ東京にいらっしゃったんですか、まあ関西にいる時からこうちょっとドリカムとかさ、黒ドリの、はい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 、そうそう、あ、そうだ、そうそう、私たちの出会いです、黒ドリダンサー、うん、そう、私はるかさんは正直関西時代あまり知らなくて接点がなくて、うん、でドリームスカムトゥルーさんの、うん、2011年のワンダーランドの時なのかな、いつなんだろう、うん、ワンダーランドっていう大きなライブツアーの時に、うん、ダンサーをね、うん、40、50人ぐらいたくさん出してくれるっていう、うん、そういう企画があったんですよね、そうそうそう、その時にそのたくさん出てるダンサーの中の一人として出会ったのが初めましてだったんですよね、そうそうそう、はい、もうものすごいなんか小柄で可愛らしいのに踊っとろみたいなファッションみたいな、そうやな、あの時のファッション売りにしてたかもしれんあるので、なんじゃこの人ってなって、あ、京都の人かと思って、そう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 、あ、そっか、あそこが始めました、あの時はまだ関西と思う、はいはい、だ関西にいる時にそういうまあ経験をさせてもらって、大きいところであの人前でお客さんの前で踊るっていうことにすごいなんか感激もしたし、すごいなんか気持ちいいっていう、楽しいっていう気持ちが溢れ出て、めちゃくちゃいいライブだったんでね、そう、まあ、ライブももちろんもちろん素敵で、あの場に立てたことがやっぱりすごい、まあ、自分にとってもまあ大きなターニングポイントっていうか、なるほど、そうそう、それで、うん、で26歳って言ったら結構まあね、25歳も過ぎたところだから、うん、なんかこのままでいいんかなっていう気持ちになって、はいはいはい、で関西でのもちろん生活もすごい充実してたし、ただその毎週毎週同じルーティーンで過ごしてることにちょっとこう刺激がやっぱなくなってきちゃって、うん、でその当時はもう今はね、いろんな関西でも関東でも同じダンスイベントが行われたりとかその全然普通になったけど、やっぱりその当時は全然そういうのもなくって、関西は関西、関東は関東、あんまりつながりが今ほどなかった時やったから、東京にそう行かなきゃインストラクター以外のお仕事、アーティストさんと何かお仕事をするっていうか、アーティストさんは大体もう東京に基本的には住んでらっしゃるので、そうそうそう、だからね、なかなかそういうチャンスがなかったといえばそれがまあ本当に事実で、でやっぱその当時そういうあの黒ドリドリームズカムツルのその経験があったから、なんかすごいそれが自分にとっては新鮮で、そうそう、でやっぱ刺激を求めて意を決して状況を決断したって感じかな、はい、東京に来て一番最初に最初は AK さん、受けた大きなお仕事っていうのは、うん、AK さんだ、そうそう、それもオーディションだったから、でなかなか濃いメンツのオーマージンでした、そうそうそうなんですよはい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 、そう、それは上京してすぐ、むしろなんか家決まるちょっとその間みたいな感じにオーディションを受けて、実力もねありますし、いやいや早かったですね、じゃあもう上京してまだ何ヶ月もバイトせなあかんとかじゃなくて、うん、もういやいや
まあアルバイトはしてたんやけど、はいはい、でもなんかそのコネクションがあるとはいえ、なんかお仕事なんか保証があって行ったわけではないから、はいはいはい、やっぱり私ももう26歳っていう年やから、はい、すごいなんかメラメラしてたの、その時は行ったらなと、行ったらなと、ドロドロしてる場合じゃないと、そうそうそう本当になんかもうそんな感じですごい行動力と熱の塊でもうそうそうそう、はい